皆さんこんにちは。天才アートの山田美智子です。今日はご近所に咲いていた美しい百合を描いてみます。ちょうど三角形の構図になっていて、理想的な美の姿、この一瞬の美を永遠の美にしたいなと。ではこれから頑張って描きます。下書きを大まかに描きました。もちろんトレースしても OK です。私はトレースよりも自分の手で目で描く方が、大まかに描いて省略できるので、どうしても見ながらデッサンしてしまいます。皆さんはどうぞお好きにしてください。葉っぱから塗り進めると楽です。サンプルを左側に置くと描きやすくなるかもしれません。花びらを彩色しました。明るいところ、暗いところの色分けから進みます。おしべ、めしべなどを入れてシンプルに彩色していきます。ほぼ完成しましたら、鉛筆の下書きレイヤーの透明度を下げます。今回は 40% ぐらいにしてみました。そしてそこでレイヤーを1に合成します。レイヤーを合成します。レイヤーの合成です。ここで画像からテクスチャー効果を選択し、ナチュラルを選んで OK をします。キャンバスのような味わいになりました。ここでさらにレイヤーを、今回はテクスチャーのレイヤー化はしません。レイヤーのテクスチャーをすべて合成してしまいます。レイヤーの合成、そうしますとテクスチャーがレイヤー1にしっかりくっつきました。テクスチャーを施してから額を作ります。色を選択して四角ツールを選んで、四角ツールこれですね。そして周囲の太い線を描き、その周りに同じ色で模様ツールこれですね。これを選択してご自分の好きな模様をクリックしてください。こちらの模様の選択からご自分の好きな模様を選んでください。はい、これで完成とします。